ち。あなた、ノノは？ナゴミさんだ。なんで？クーリアと顔変わんないじゃない。嘘！リリエルはうまくいったの？後で聞けばいいか。でも、あなた、リリエルに喧嘩売ったって本当？否定しないのね。しかも睨んでも無駄よ。沈黙はイエスと取るわ。嘘でしょ。いいのよ、気持ちはわかるわ。可愛い子とか人気の子に嫉妬する気持ちはわかるわ。してません。でも下の方でちまちま戦うのはちょっと気に入らないわね。どうせ喧嘩を売るなら最強の私にしなさい。私はどう思われたっていい。敵役は私が引き受ける。そしたらみんな仲良くできるでしょ。誰だって自分を見てほしいわ。コスプレイヤーが全員敵に見えることもあるかもしれないけど、でもね、どんなに孤独を感じてもあなたは勇気を出してコスプレを始めた。それだけで私たちの仲間、友達なのよ。それを忘れないで。それだけよ。うまくいったのね。っていうか、あなたたち全部聞いてたの？死に悪いわよ。偉いな、ナゴミは。じゃあノノアちゃんもリリエル大好きなんですね。うん、嬉しいです。そうなんだ。昔から人と会話するの久しぶりで緊張する。声は出てるけど、しかも友達となんて初めてだし。でも大丈夫、喋れる話題だ。リリエルのことならいっぱい喋れる。ダメだよ。出てくるな。喋ったらまた嫌われちゃうよ。何から話そう。何から。リリエルの何がいいって一つに決められないところだよね。原作もアニメも劇場版も魅力がいっぱいあって、でもやっぱりアシュフォード様に一途で献身なところが一番魅力で、少年漫画のヒロインにありがちな一種の記号だけじゃない。逃げないで思い出して。さあ行きましょう。やっちゃうよ。これにしよ。お願い。ありがとう。決まってる。これが私の愛だ。よく見ておけよ。ガンガン行くよ。これにしよ。大人っぽく。よっ。これでどう？気合い入れなきゃ。やりますよ。覚悟はいい？私の愛を見せてやる。私の思い届けるわ。素晴らしすぎます。
惑いなさい、私の魅力にね。素晴らしすぎます。リサちゃんはリリエルのどんなところが好きなの？そりゃもうそれが一言で言えないところですよ。私もそう言おうと思ってた。さすが分かってますね。まずは時系列順に行きましょう。新劇場版予約特典のエピソード0。わあ、私もそこから好き。でさでさ、あのシーンが本当に。そうだよね、君は悪くない。私がもう傷つかないように嫌なこともずっと覚えてて守ろうとしてくれたんだよね。ごめんね、ありがとう。あの子が悪い、私は悪くない。きっとどこかでそう思ってた。でも事実はそうじゃない。ひどいことを言われたけど、私も間違ってた。たったそれだけのことを認めたくなくて、都合のいいトラウマにして逃げてきた。いいんだ、今日の私が間違っても変わっていけばいい。明日の私へ。つまりですね、新劇場版のリリエルのあのシーン、あのセリフ、旧劇場版で賛否両論を呼んだ例のシーンへのオマージュでありアンサーでもあったんですね。旧劇場版をしっかり履修してから見始めて分かる作りになっているんですよ。すごくないですか。10年越しに深みを増すリリエル、セリフと、あ、ばばばば、すみません、私ばかり。そんなに変でしたか。変じゃない。じゃあなんで笑うんですか。もうあの夢は見ない。今日の私は。今日はノノアちゃん取れてよかったな。しかもリリエルと合わせまで、ほらこれアングル完璧。うわー、かわいい。誰それ、超かわいい。へえ、あの輪っかの中に女の子いたんだ。輪っか、リリエルとノノアね。覚えた。ギャルだ、触られた。しかは陽キャだ。レイヤーさんですか。レイヤー、コスプレされるんですか。あ、そうそう、最近始めたばっかなんだけどね。私、キサキアリア。これから超有名になるから覚えて帰ってね。さ、行きましょう。行くわよ。これでいいのね。お願い。ありがとう。これでどう。気合い入れなきゃ。これが私の愛だ。一気に決めるわよ、マユリ。これにしよう。よく見ておけよ。決まってる。大人っぽく。やりますよ。行くわよ。やっちゃおうかな。惑いなさい、私の魅力にね。
よろしくお願いします。やりますよ。覚悟はいい？行くよ。よく見ておけよ。うわー、これが私の愛だ。うわー、大人っぽく。すごすぎます。よっ。えい。いい感じ。これはどう。どうしようかしら。お願い。ありがとう。決まってる。一息つくか。いい香り。素晴らしすぎます。今日限りだからな。覚悟はいい？行くぞ。よく見ておけよ。これが私の愛だ。よっ。大人っぽく。このまま決める。とっておき見せちゃおうかな。お願い。ありがとう。決まってる。惑いなさい、私の魅力にね。ファンタジールームね。アンティークの家具とか小物とか置いてあるんだ。うん、窓のところとかいい写真が撮れそうだ。スタジオ撮影、荻野さんに教えてもらってから実は楽しみにしてたんだよな。私のリリエルは先輩にしか撮れないので。先輩に撮ってほしいって言ってたから大丈夫かなと思ったけど、私も先輩とじゃなかったら嫌だし、人を巻き込むならちゃんと考えとかないと。考えたことなかった。コスプレってそういうものだと思ってたから。意外な答え。私イベントのイメージしかなくて、確かに男女二人の個人撮影は。あの、ところがどっこい、先輩は女の子に興味がないので大丈夫なんです。うん、それは意味わかんないけど。よかった。じゃあ気合い入れて着替えましょう。先輩をびっくりさせます。気合い入るの？お待たせしました先輩。あ、お待たせしました。はあ、天使空挺隊護衛隊長ノキエル、そうきたか。
リレールガイデン天使空挺隊変化、急激に仲間の女キャラが増える人気シリーズで確かに合わせに最適。やられた、最高すぎじゃないか。この俺としたことがこんな基本中の基本に考えが及ばなかったなんて深く、あまりにも深く。大丈夫なの？あれが終わったら撮影始まるんで。よし、始めるか。はい先輩、あの窓のとことかいいですね。漫画やアニメだと分かりづらいけど、ノキエルとリリエル結構身長差あるんだよな。実際あんな感じなんだな。合わせにスタジオ背景が加わると本当に作品の中みたいだ。次はノノアちゃん、ギュッてしてもいいですか？え、もちろん。ノキエル、ノキエル、ありがとう。リリエル様、当たってます。これ原作で見たやつ。リリエルにギュッとされた。先輩、写真見せてください。今日はチェック早いな。わあ、かわいい。先輩天才、これ私のスマホに送ってください。自分の写真ちょっと。うん、もちろん。ノキエルだ。コスプレってすごいな。あの子がこうなるんだもんな。さ、行きましょう。やっちゃうよ。行くよ。よく見ておけよ。これが私の愛だ。気合い入れなきゃ。これでどう？畳みかけるぞ。奥の手よ。お願い。ありがとう。決まってる。惑いなさい、私の魅力にね。やりますよ。やっちゃうよ。奥の手よ。大人っぽく。素晴らしすぎます。よっ。よく見ておけよ。わあ、私の思い届けるわ。素晴らしすぎます。気合い十分。一息つくか。いい香り。素晴らしすぎます。この写真 SNS に上げてもいい？もちろんです。私アリア、二人のことずっと探してたんだよ。
しい、目大きい、スタイル抜群。ギャルだ、寒気が。なぜギャルが。探してたって。そうなの、最近コスプレ始めたばっかでさ、私もこないだデレスタのイベントいたんだけど、二人の写真見せてもらって秒で好きになっちゃった。それで友達になりたいなって。友達？ノノアのアカウント見つけたんだけど、 DM 開放してないから連絡取れないし。お前みたいのから連絡来ないようにだよ。でもこんなところで会えるなんて、これって運命じゃない？っていうか、ん？これも友達じゃん、親友まである。は、はい。はぁ、私が死ぬ思いでくぐったハードルを5秒で超えてきた。あんなにベタベタと。恐るべし陽キャの推し。ねえねえ、そんじゃさ、一緒に撮影しようよ。え、今ですか？それは…よろしくお願いします。やりますよ。エルフ好き同士、仲良くしましょうね。ミカリに任せて。お願い。ありがとう。よっ。これが私の愛だ。よく見ておけよ。困ったら先生を頼るんだぞ。行くぞ。これでどう？気合い入れなきゃ。決まってる。すごすぎます。よっ。すごすぎます。わあ、いい感じ。やるわね。えい。やるわね。困ったら先生を頼るんだぞ。奥の手よ。これが私の愛だ。すごすぎます。私の愛届けるわ。素晴らしすぎます。惑いなさい、私の魅力にね。素晴らしすぎます。あのね、お、何も知らないみたいだけど、これは合わせといって同じ作品のキャラなの。リリサより恥じらいがある。